はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、レンタルサクチャルですね。とりあえず1人目作っていきたいと思います。まあね、イベキャラ6人全員ね、ここにあるレンタルキャラの中から、まあ、選んで経験点を叩き出していくという感じになります。全部で30キャラかな、投手と野手合わせて30キャラになってます。で、今回のコンセプトは、まあ、一応北摂キャラを2人入れて、せっちゃんとアンパン、あとは得意練習2種類持ちの女性を揃えたという感じでやっていきます。まあ、やっぱりね、タック、ときめき練習のタックが経験点をね叩き出す、ポイントだと思いますので、まあ、女性キャラの得意練習2種類持ちを揃えてみました。まあ、ただタックのパーセンテージはそんなに高くないですね。シドレミちゃんも、まあ、エプレミちゃんじゃないんで、タック自体は 45% で、まあ、ただ練習効果アップがねついてたりするんで、まあ、そこら辺が、まあ、どれだけ伸びるかなというところになります。まあ、そんな感じでやっていきましょう。挑戦回数は全部で6回ですね。なので1日1人くらいやっていく感じでいくと、ちょうど1週間分くらいになるかな。あ、アイテム選ぶんだ自分で。招き猫持ってこ。え、あとどうする。やる気、やる気が重要だということが分かってるから、これ。カウントが減ります。よろしいですか。はい。まあ、幸いなことにというか、まあ、そういう表現でいいのか分かんないけど、報酬がねそんなにいいもんじゃないんで、まあ、気楽にやっていけるような感じですね。で、編成は先ほどお見せしてアイテムも持ち込んだので、まあ、最初はこれでいいでしょう。コツもあるし、メイカちゃんとか一回も使ったことないんだけど、このバージョンのやつ持ってるけど、持ってるけど一回も使ったことない。なぜかパワーヒッターとか持ってるんだよね、コツで。ルカティン、まあいっか。監督も一回くらいは練習しておいた方がいいんだっけ。あんまり気にはしてないけど、イベントとかでね結構上がるからね、試合もあるし。練習試合のない高校だと監督評価ちょっと厳しいんだよね、やっぱり。ここいっぱいいる。はい、まあ、まずは評価上げ、チームメイト評価上がって、で、せっちゃんも上げていきたい。せっちゃん上げていきたいんで 2% だけど練習しよう。追加、一応イベント的には前に後用になるのかな。イベント経験点もね稼げれば稼いでいきたいんで、ここはどうしよっかな。ときめいとく、せっちゃん評価的には別にときめきさえ当たればいいんだっけ。まあ、金徳も特に関係ないんで、まあ、ときめきタックの可能性を上げる立ち回りでいいと思います。評価がみんな低いな。しどれみちゃんも低いし、アンパンって初期評価低いんだ。そこら辺よくわかんねえ。重なってないからな、何人か重なってれば評価上げで練習してもいいんだけど、何にもないからせっちゃんときめかせておこう。あ、これ確定で告白が来るんで、イベント枠を一つ潰せますね。彼氏になる。で、これは何がいいんだろう。こういうのも把握しておいた方がいいよね。勝負だ。ときめき度が一応上がった。アンパンイベントが多いんで、イベントでときめき度を結構上げられるんですよね。ここ2人まだ乗ってないんで練習しておきましょう。あ、ときめきばっかりやっててもね、これどっちがいいの。練習を優先させる、素敵だろ。経験点も結構もらえる。チャレンジ精神、これどれがいい。務まるが多分アンパン系だよね。務まらない、俺はせっちゃんダブだ。で、
メイカちゃんは乗りました。ナッチがまだ、ルカティンは乗って、セッチャンは微妙に評価が低い。アンパンはちょっとクリスマスイベントがあるんで置いといて、レッスンレベルでも上げていきますか。ルカティンがね今回精神練習いるんで、あとメイカちゃん精神でも稼げればそれはそれでいいと。これ謎イベント超イカれてるよこのイベント。とルカティンと、まあ、評価だけは上げときますか。人気が上がらない限りは告白は来ないと思うんで。ときめき練習するとときめき度が上がって、これどっちがいいんだっけ、広角打法が欲しいんだけど、なんかもう選択肢忘れちゃった。いない、あとやる気がない。広角打法、ここナッチがいるか、せっちゃんもいるんでちょっと練習しとこう。やる気を上げてくれれば OK。まあまだときめき練習はなかなか来ないと思うけどね。せっちゃんなんか4つにならないな。どうする、チカちゃん3人目。りょうちんがあげとこう。技術がなんとなく欲しい。でパフェ中毒か、これ体力あるしほっとこう。でしどれみちゃんは普通に進めていく、まあ、今回特に確定なんで上げる必要はないですね。アンダ製造機だから。スイープはねほんと走力ないと厳しいんだけど、これわかんねえ、てか初めて使うから。なんか休憩だと体力回復しそうだよね。練習は、まあ、体力減るけど経験点もらえるみたいな。テストはよくわかんない。あ、来た、守備やっとこう。ときめきブースト、これでときめきが上がって、で距離は伸ばして、これだけ評価上がれば大丈夫かな。なんでだいぶ上がったよね。でここどうする、つつましくして体力を上げとく。体力上がんなかった、違った、なんだっけ。まあいいや、ミート上げとこう。で特にない。ナッチは乗ったでしょう。シカちゃんまだ乗って、てかせっちゃん全然評価低いな。てかしどれみちゃんも評価低い。なかなか大変だな評価上げ、こんな大変だったっけ。ときめきで回復させよう。りょうちん下校、これなんか回復するよね。で3人は乗った、あとはちかちゃん、せっちゃんなんでこんな評価低いの。デートするか。じゃあやっぱり覚醒してるのと、覚醒して初期評価が高いのと通常状態って全然違うんだな。なんかいつにも増して評価下が大変なんだけど、ひどい。これ何なのマジで。やる気は最悪上げられるけどね。練習を見て使うかどうか決めよう。大胆にすれば回ってこなかった。ひどい。出番はなかった。これさ、出番来るのと来ないのって結構監督評価違うからね。で特にないよね、大丈夫だよね。一応一回練習しとく。これせっちゃんが
評価上がってやる気上げてくれて、そこからいける。でチカちゃんもそろそろ、あれでもこれってさ恋人になってる方が経験点は高いのか、ちょっとそこら辺が分かんねえな。これは入らない、いつも入ってない。あ、練習ができるけど死んでしまう、そこまでの凄まじい経験点ではない。どうなんだろうな。いいや、デートしよう。恋人になってた方が経験点高いって言うんだったら下校するんだけど、そこら辺が分かんない、システム的に。ナッチいいよね、イベント的に。やっぱ早急庫作れるのがかなりでかい。一応練習がある。メンタルせっちゃん、まあもう大丈夫でしょう。一応彼女にはしておくか、それかほったらかしで告白を待つか。まあ、告白の評価自体は載ってるからね、ほっとく？なんかわかんねえ、やたらミートばっかりやがんな。まあ、ときめき練習ができるときはときめき練習。いや待って待って待って、これで結構評価上がってるよね、チカちゃん。てかそっか、金徳自体があんまり意味をなさないから諦めずにサバする。レッスン8まで上げる必要があるのか、まあ、やることないときはレッスンレベルを上げてもいいと思うけど、とりあえずちょっと3人にしとこう。りょうちんかなり上がった、ロードワークには出る。で爆弾2回目、アベレージヒッター取れる、まあ、絶対欲しいわけじゃないからね。ちょっと経験点をさばこう。 E にして、で金賞さばいて、なんで総力上限、あそうかせっちゃんか。まあ精神がだいぶ余ってるけど大丈夫っしょ。でまあ爆弾は置いておいて、でりょうちんはとりあえず緑になりました。まあ、除去はまだいいよね、一人だから。別レベル一応上げとく。いやどうなんだろうな、せっちゃんのレッスンレベルを無理に上げるかって言ったら筋力が欲しいから。アンパン100でホーム死しと、あで告白来た、普通に受ける。一旦使わなくて済むっていうのがある。で一応潰すのは潰しておくか、ホーム死守。はい、いやなんか潰さなくていいかもな、なんか潰すのがめんどくさくなってきた。これ評価的にチカちゃんが来るかせっちゃんが来るかどっちだ。練習、これ経験点高い。おっとこっから合同練習はどうでもいい、来ないね。赤幕はちょっと一旦が安全だよね、除去しよう。気分屋、悩みを聞いて気分屋のコツを掴んだ。もうよくわからん、もやしってせっちゃんなんだ、適当に選んだけど。でバレンタインはせっちゃん、
で、ブースト。うん、溢れるものはないんで。爆弾。で、爆弾。爆弾、恋爆弾。精神が溢れるんで、ちょっとこれは砂漠を補給。貧瘍が足りん。ちょっと貧瘍をもうちょっと残しておけばよかったかな。試合はこれちゃんとやんなきゃダメだよね。なんか勝手に勝ってくれるとかそういうシステムではないと思う。2人目か。2人目ちょっと怖いんだよね。黒魔術使おう。イベントは進めていって全然いいでしょ。うん、どうするか。これ意外に経験点そこそこある。監督評価、あ、大丈夫か。もう107あれば大丈夫本当に。どうしようかな。なんか領地とかも爆弾突き出したらちょっと嫌だからな。除去しとくか。一人は爆弾を抱えておこう。あんまり危険なことはしない。ほらほら、これは除去しておいてよかったね。ない。こういう赤い時にときめきタックが来てくれないと困る。これやる気は下がらないか。よしよし。でやることがないときはデートでいいでしょう。え、せっちゃんデートってスイープを取る必要はないけど、まあえて取る必要もない。でしどれみちゃんが終わって守備、うん、まあまあだな。せっかくだからアンダー製造機直撮りするか。あ、でもそんなもんなんだ。3あれば210で取れるんだ。ま、重いは重いけどね。骸骨がないから。よし、パワー、せっかく手に入れたんだ。ミートをもう上げとこう。経験点をさばくために。はい、これ結構でかいね。洗礼の一撃パーフェ、まあ、一応体力減ってるから追いかけておきましょう。爆弾、爆弾。うん、こういう時に来てほしいんだよね。ちょっと赤は消します。早急、早急は4かも。来ない。ハッチ、上げておく。そう、3人が限界かな。できれば最後の追い込みで4人ときめきをやってもいいと思うんだけどな。あんまり4人ときめきが早すぎると爆弾処理が追いつかないから、6月の1周目とかで4人いるともしかしたらちょうどいいかもしれない。危険度も増すけど。でもハッチ捨てるか。今回ハッチは捨てよう。すまんな。で今欲しいの何？臨床も微妙に足んない。やっぱ筋力足んねえわ。あー、でも経験点的にいくとデートしておいた方がいいのかな。経験点はそうだよね、結構高いよね。100くらいはくれるから。え、これ何、どっち、一緒に見に行こう。よくわかんねえけど。え、いいよ、これ調べとこう。後でイベント内容がわからん。さらばだ。まあ別に、げ、やる気下がんのかこれ。マジか。ちょっと一応練習見よう。タックは発生してるわけではないので、デートしてやる気を上げる。そうか、ルカティに最後失敗するとやる気が下がるのか。ルカティになんか依存あんのかな、成功の。これは一応言っておこう。パワヒッターもらえるかも。あ、これってさ、失
敗するとやる気下がんなかったっけ。そういえば本当にやる気重要だからね。やる気回復のために一旦使う可能性があるんで、どうしよう、もう4月3週で特に何にもないから個人レッスンでもしとくか。おー、いいね、めちゃくちゃ経験点もらえたんだけど、よくわかんないけど、とにかく行こう。行けるもんは行っておく。女の子と出かけられるものは出かけておく。あ、なんかそういうイベントだったら、なんか火がついて登り竜で、おい、ちょっと待って、不眠症か。やる気がなくなるよりはいいわ。これやる気が下がってたら発動しなかったからね。体力は割と高めに保っておけるから大丈夫っしょ。でちょっと敏捷が足りてないね。ハッチが全然だから、技術精神をさばかなきゃいけない。精霊の一撃ちょうどいいじゃないか。上り竜もなんかちょうど良さそうだな。取ろう。逆襲も取っとこう。他やっぱりパワー足りないね。大盤クラス安い、意外性が3だからか。広角打法取っとこうも。よし、では行きますか。1ターン目で爆発はないっしょ、さすがに。いや、爆発する可能性あるけどね。素敵だろ、出た爆発したわひどすぎないか。どのくらいの確率なんだろう、1回目で爆発するのって。これあともうデートをして、やる気はここで回復させよう。じゃあアルバク、やる気絶好調、このために持ってきた。でときめきが今どうなってんの、りょーちんのときめきが下がってんのか。じゃあ1回体力もないことだし下校しときますか。嫉妬しすぎだろみんな。大丈夫だよ、俺は平等の愛を注ぐから。平等の愛を注ぐとか言っときながらハッチ捨ててるからね。すまんハッチ、俺は君を捨てる。監督評価がまずい、やっとこう。まさかこんなところで監督評価げ。しかも追加が起きなかったし、結構経験って高いな。うわこれは無理だな、 33% は死んでしまう。いやさすがに無理だ。せっちゃんは1回デートしておいた方がいいのかな。他は練習で上がるからね、無理にせっちゃん、あそっか、でもせっちゃんは精神に来れば、デート、アンパンの最初のデートって体力どうだ、ちょっと内容わかんねえけど、お良さそう、これなんか、おいいね、てか経験っても結構くれんな。ロードワークには出る、よし、モテモテにはならないか。あ、2つある。200、300。300、40、30くらい。両方変わんねえか。監督がいるか、ちょっと監督のいるところにしよう。監督評価自体は6か。よし。おわ、ここに来て。おいいやー、爆弾爆発したのがかなりでげえな、これ。監督かなり厳しいぞ。パワー上げよう。パワーヒタ取ろう。てか、鉄人が取れる。いや、パワーヒタのが重要。いや、これは一回ちょっとメンタルやっとくでしょう。これで監督が追加発動しねえのかよ。おわ、火つきすぎだよ。いや火ついたけどやるでしょう。もう1回の爆発も2回の爆発も変わらん。ちょっと100にしとこう。これでよし、いく。俺は経験点を求める、それが全てだ。最後のエピローグ経験ってもらえないかもね。やる、もうこれはいくぞ
ひたすらやる。700、800、いや、わかんねえ、もう計算できねえわ。守備でいいや。さばかないと。さばけるとしたら守備か。臨床がなくなるまでちょっと守備やる。で、あとミートも一応いける。パワーはちょっと待って、守備をやるわけじゃないじゃなくて、守備だと筋力が入るわけじゃないんで、よしやろう。もう死ぬか、どんでもなれ、足が痛い。こっちの爆弾も爆発しそうだ。よし、ラブパワー、不眠症も治った。ほら来た。もういいよ、最後だから、最後だから、もう知らん。監督評価がねえ。これは監督評価今更上げてもしょうがないから、せめてスカウトさん評価上げとこう。ちょっと経験点も高いしね。やる気上がった。いや、もういいよ。いや、もう無理だよ。だからせっちゃん、いや、今更だってときめきやってももう無理だよね。赤いな。そういえばもうさすがにこっからはきついからやっとこう。メイカちゃん、なんかある？やる気上げてくれ。とりあえずデートしたんだろ、やる気上がれよ。上がらねえ。いや、無理だよ。代打頼むぞ、みんな。俺は2回を爆弾を爆発させてしまった。これがその報いだ。償う時が来たのかもしれんな。お待たせいたしました。ハッチを捨てる時、弱っ。危ねえ危ねえ危ねえ。せめて1点。7回裏だったら最悪9回裏になっても回ってきそう。勝った。これ甲子園、なんていうの、地方大会も代打だからね。こっからどうなの。今2周でしょ。せっちゃんの評価を上げつつ、最後エピローグポイントのためにで、喫茶店がやる気に上がるんだっけ。1しか上がんない。で、じゃあちょっとここ遊んで、やる気を絶好調にして最後の練習にかけよう。最後にときめき練習が来るかもしれない。あ、チームメイトのやる気も上がった。そうだ、そんなんあったね。で、技術。守備上げて、対左、チャンス、走塁、鉄人はいらない。なるべく試合で勝てるように1球入魂、ムード取っとこう。頼むみんな、ムード。爆弾2回も爆発させといてムード丸も何もないよな。全く説得力がない。まあ仕方がない、今ラブパワー中だ。いける、よし、いける。北斗、お前に引導を渡す。投げた、アウトロー、ボール。それが代打として出てきた俺の役目だ。投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。北斗に合わす顔がねえな。第4球を、あいつ代打かよみたいな。投げました、打ちました。しかしその油断が命取りだ。危ねえ。とりあえず甲子園には行った。あれ、ラブパワーじゃねえか。あれ、なんで左がラブなの。あ、ラブパワーだからか。ラブパワー切れてさ、やる気が下がったんだけど。一応あれは来てないから、よしとしよう。さあ、せっちゃんの評価をせめて戻す。ひたすらデート、これ何がいい。
カラオケ行ってみよう。いいね、評価7上がった。ナッチ、これさ、守備一応総力も上げとく。あれ、これって下だと総力直上げになるけど、上の方が経験点高いとかそういうのある？とにかく経験点だからね。で、技術が割とある。肩 C にしとく。もういや。で、せっちゃんまだ乗ってないか。ちょっとせっちゃんをあげよう。少しでもエピローグ経験点、もう甲子園での練習はそんなに伸びないから、どっちかっていうとエピローグ経験点を伸ばす方向でいきましょう。ちょっと検証データでいいから、その赤爆弾が爆発する確率ゲー3点も取る。欲しいな。乗ってんのかな今。どなたか検証してくれた結果が、1回目で爆発する確率と2回目で爆発する確率、4回目がもう 100% なんだっけ。あのもう爆弾がね、ドックンドックンすると完全に爆発するんだよね。投げました、インコース低め、スプリット外れたボール。第3球を投げました。それ考えると1回目で出てこないとときめき練習がちょっと怖いよね。2アウト満塁という場面で野坂、あれチャンス×だ、やばい。同点で迎える8回です。あそこで点を取れなかったことにより負ける可能性が出てくる。今日はチームの全打点を叩き出しています。第2球外れたボール。地方大会ベンチスタートからの決勝で大活躍、奇跡の男。危ねえ。野手陣はでも結構強いよね、多分だけど。であと誰かが試合経験点ボーナス持ってたよね、誰か分かんねえけど。せっちゃん乗った。一応アンパンもいるし、アンパンの評価まあ無駄かもしれないけど、あげとこう。よし、ここで経験点くれるのは嬉しい。ちょっとでももうあげよう。最後アンパンあげきれるかな。金徳なんとなく取っておく。祝福は安い。トリックスターも取っとくか。別に経験点余ってるし。あとは超ラッキーボーイ。全然ラッキーじゃねえよ。他火事場は取れないか。パワー S にしとこう。 OK。 いやでも恋爆弾があるからさ、これガチモンの作者でだったらかなりストレスたまるよね。なんかめっちゃうまくいっててさ、最後の方で爆弾爆発して全てがおじゃんになるみたいな。基本的にもう赤爆弾爆発したらよっぽどうまくいってない限りは多分タイブした方がいいと思うんだよね。序盤に爆発したらもうタイブ案件でいいと思う。序盤に爆発するってことは今回みたいに2回爆発する可能性があるからね。ゲー入れてきやがった釣りや、やるな。北節リードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という。男と見たお前を。そんなお前に引導を渡す。それが俺の役目だ。北節リードで迎える。大統に変わっている。ノーアウトランナー一塁という場面で野坂。あれ。打ちました。初球。大平掴みました。ちょっとボール球だった。まあ、挑戦回数は6回だからね。最後までやってもいいと思うけど。一応最後タックが来てるけど、ここはどうする。アンパン上げてみる。経験点自体は悪くない40、まあ、ここさらに40取れる可能性があるけど、アンパンの評価上げに行こう。この10がどう効くか。最後の評価見れない、経験点のみぞ知る。あ、見れるか。
あの園田みたいなやつでデータだっけ、あこれデータ、データで見れるけど、まあいいや、最後の経験点お楽しみにしておこう。アンパン評価がどうなってるか、てかこれだけやってさ、せっちゃんの評価戻すとかすごいよね。いい人すぎだろせっちゃん、こんな2回も爆弾爆発させてさ、それでもまだ評価マックスの経験点をくれるっていう、神すぎでしょ。これが男というもんだ、虹谷。ゲッ。ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で野坂。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。アフターケアを怠らない。それが真の男だ、虹谷。投球はこれから3球目。これもらった。北節追う展開で迎える6回です。先ほどツーランホームランを放っている野坂。さあ次の投球。西谷お前さっきまでさハイテンションだったのにやる気がないぞ、どうした。投げました。これちょっと無理、狙えるやつを狙おう。これから4球目。しっかり行くか、行った。北節追加点のチャンス。まだ頑張ってんだ。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で野坂、今日3打点を挙げています。さあ次の投球。いや際どいとこ決めてくるね。第3球を投げました。打ちました、いい当たり。まあまあまあ一緒。国節さらに全てが終わった1回目、いきなり波乱の幕開けだな。でも経験点でかいの2回くらい来たからね。そもそもデッキが最強デッキじゃないから、まあ、どれだけ経験点伸びればいいんだろう。アンパンくれ、しょぼい経験点がしょぼかった。アンパンの評価を戻すことはできなかった。さよなら。はい、1万2000か。能力はいらないっしょ。終わり。これ最後順位出るよね多分、まあ、まだ初日だからね。みんなどれくらい出してんだろう。879、みんなすげえなあ、そうこれね、新田くんだっけ俺ちょっとタッチはねもう昔に1回読んだくらいだからね、ちょっと分かんない、そんなに細かくは分かんない。パワチャレには行かなくていいか。というような感じで、あそうそうそう、タッチのこっちのガチャが来てるんだよね。上杉達也と南ちゃん、6回目7回目がバナピースエラー確定なんで、しかもリセットされるからね。でもこれ普通にやろうとすると結構金かかるよねっていう現実問題。でもまあワンダーがこの2人めちゃ強いって言ってたんで、まあちょっと無理して引いてはいきたいと思います。まあそんなわけでとりあえずレンタルサクチャで1人目はこんな感じで終了したいと思います。一応ペース的には1日1人ずつ作っていきたいかなと思ってます。まあ、報酬がね、そこまで、まあ、最初も言ったけどただのチケットなんでね、まあ、ぼちぼちやっていければと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。